銀座一丁目駅は東京都中央区銀座一丁目にある東京地下鉄有楽町線の駅である。駅番号は Y19。銀座柳通りの直下、中央通りから外堀通りの間に位置する。地上の道幅に駅施設を収めるべく短式ホーム一面に一線の上下に走行造になっている。改札は地下2階にあり、一番線ホームは 地下3階、2番線ホームは地下4階にある。いずれも進行方向の右側にホームが設置されている。地下2階から各乗り場への階段、エスカレーター、エレベーターは独立して設置しており、地下2階から2番線ホームへは1番線ホームをへなくても到達できる。同じ有楽町線の麹町駅と同種の構造であるが、当駅には、 一番線ホームと二番線ホームを直接行き来できる階段がある点が異なる。銀座線が当駅の上部を通過しているが駅は設置されていない。計画当時、銀座駅との連絡が検討されたが、付近に銀座線や共同高等が存在しており、通路を新設する空間がないため、地下道での連絡ができない構造となった。中央通り上にある、 当駅の9番出入口と、銀座駅 A13 出入口は、約200メートル、また外堀通り上の当駅の4番出入口と、銀座駅 C6 出入口は、約300メートルの距離であり、2020年6月6日に、両駅が、乗り換え駅となってからは、このルートが乗り換え経路として案内されている。このほか当駅の2番出入口から直結する。 東京高速道路下の建物を経由することで、ほぼ屋根直下で、銀座駅 C 級出入口まで移動することもできる。西隣の有楽町駅も、連絡通路はないが近接しており、有楽町駅 D 級出入口と当駅の一番出入り口は、東京高速道路を挟んで70メートルほどの距離で、ある。開業当初から中野坂上駅、恵比寿駅とともに、 自動改札機を設置していた。開業当初の有楽町線では、全駅で時期券を発売し、終端駅である銀座一丁目駅と池袋駅の自動改札化に対応したが、打線区から持ち込まれる裏が白い乗車券を投げ入り口に入れるトラブルも多発したため、数年で一旦撤去した。その後、1990年からの本格導入時に再設置された。 また、2006年4月28日までは、定期券売り場を設置していた。開業当時は当駅が終点で、ラッシュ時は1番線と2番線の交互に列車が発着し、それ以外の時間帯は1番線のみを使用していた。列車の点線は当駅ではなく、隣の有楽町駅東側にある両たり線で行っていた。現在でも輸送障害時に、 この両当たり線を使用した、当駅での折り返し運転が行われる場合がある。2012年4月14日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が、花時計、2番線が、ローリングである。2020年度の1日平均乗降時任は3848人であり、東京メトロ全130駅中89位。 近年の1日平均乗降乗車辞任推移は、下表の通り。ありがとうございます。